こんにちは。今日もしげしんさんからあやとりをお送りします。今日はマラの納豆を作ります。まず両方の中指の紐を取ります。次に右手を下に向けて左手の親指の下の紐を取ります。そして親指の上の紐を左手の親指で取ります。そして親指の下の紐を、はい、外します。両方とも外します。はい、そして広げていくと、こちらがカニです。はい、カニさんをちょっとこの真ん中のに紐を寄せて指を全部外します。こちらも外します。外してちょっと形を整えていくと、はい、これが藁の納豆の完成です。ちょっと真ん中を膨らましていくと、この中に納豆が入っているように、納豆の藁のように見えます。皆さんも作ってみてください。大江戸芸人とんちんかっちんでした。